えー、美味しそうなお肉の写真です、えー、これは五島列島の豚さんのお肉です、えー、五島列島でも、えー、失われていかないように愛情を込めて、えー、本当に丁寧に、えー、育てています屠殺、えー、する時ももう苦しまないで一撃で、えー、息が止まるような育て方で まあ家族同様に育っているわけですけどいつかはお肉にしなければ生活ができないわけですそのような本物の豚肉を作っている人たちもまだまだ今また新しく出てきていますそのような情報はなかなか私たちに届きませんそれは作る量が限られているわけですねでもそれを理解する人たちがそこと直接 仲間で依頼して届けてもらう、まあ、毎日これを食べるわけではありません2か月に1回とか何かの記念の時にみんなで集まった時にこんな素材を取り寄せて食事会をする私たちは食材を持ち込んで食事会をしてくれるレストランもたくさん作ってきました。 それは大きなお店ではなくてせいぜい15人か20人ぐらいしか入れないお店ですけど、えー、ご夫婦でやってて、えー、私たちの無理を聞いてくれる時には貸し切りで、えー、そのスペースを作ってくれる家でやるのもいいんですがやはりいいお肉はやっぱりおいしい料理人が、えー、料理したものを食べた方がいい。えー 美味しいものを食べるという言葉がありますけど私たちは、えー、美味しくものを食べる、えー、高いお金出して、えー、立派な、えー、レストランに行くのもいいんですけど、えー、普通のお店で、えー、でも、えー、素材もしっかりしてて顔が見える作ってる料理人の顔も見えるそこで美味しく食べる、えー、仏教家の広幸也さんからいただいた言葉ですけど おい、えー、しいものを食べるというよりもおいしくものを食べるそこには、えー、同じ気持ちを共有した人たちが、えー、前向きな会話をしながら、えー、作ってる人たちの顔も見える当然野菜だとか他のものも同じように顔の見えるものを揃えた食事会っていうのを私たちは、えー、続けていきたいなとそこに、えー、ジャンクフードしか知らない子どもたちに 本物の食材と本物の料理を一緒に食べて味わわせるというのもスローフードの考え方の一つだと考えております。